ひまりニュースの時間です。武漢での新型コロナウイルスの封じ込めに成功した中国ですが、新たな感染拡大が懸念されています。中国当局は28日、新型コロナウイルスの新たな感染拡大を封じ込めるために北京近郊の約50万人近い住民を対象に厳格なロックダウンを行った。中国は感染拡大をおおむね抑制していたものの、北京で数百人が新型コロナウイルスに感染し、隣接する河北省でも感染者が確認される事態となっている。保健当局は北京から約150キロ離れた河北省安徽新県を完全に封じ込めて規制下に置くことにした。今年初めに武漢市で感染が拡大した際に実施されたものと同様の措置が講じられることになる。安徽新県の防疫対策委員会は、各世帯で1日に1回、1人のみが食料品や医薬品など生活必需品の買い物をする以外の外出を禁止した。安徽新県での今回の動きに先立って、北京ではここ24時間で新たに14人の感染者が報告され、6月半ば以降の感染者数は延べ311人に上っていた。北京市から出る場合、1週間以内の PCR 検査の結果の提示が要求され、これは通勤の人も含め全ての人が対象となる。その背景で川を泳いでこっそり北京から脱出する市民が出てきているようだ。今回の流行は北京の食品卸売市場キシンハジーで最初に確認されたが、安徽新県の複数の事業者がこの市場に淡水魚を出荷していたと国営新華社通信は報じている。安徽新県では12人前後の感染が確認されており、うち11人の感染がこの市場に関係しているという。この食品卸売市場では約2100人の住民が働いているとのことです。いかがでしたか？北京での感染拡大が懸念され、迅速にロックダウンの対応が取られたというお話でしたね。皆さんの意見をご紹介します。武漢での経験から対応が早いこと、日本での緩い対応とは反対にガチガチのロックダウン、対象となる市民は大変だろうな。しばらくぶりに中国がロックダウンするということは、相当な勢いで感染拡大している可能性があります。発表されている数字は当てにならないでしょう。日本政府は中国との国交をしばらく制御してほしいです。日本はなんだかよくわからないけど、最初の感染拡大をうまく抑え込めた。だからといって日本は大丈夫なんだと甘く見てると、再発で崩壊するような気がする。北京に比べて東京は危機感がないが大丈夫か。都知事選で五輪中止が争点の一つだが、このままだと選挙に関係なく中止になってしまいそう。せめてアラートは出すべき。経済に配慮するなら何のためのアラートだったのか、発表されている数値が正しいのか疑心暗鬼なだけに、今後が気になります。そして日本が気がかりという意見も納得ですね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。